今日のお話は、伝説のクソニート名言働いたら負け。今も語り継がれる謎の名言。呆れるくらい謎のすがすがしさよ。では実際の映像をどうぞ。それで、いくつぐらいまで続ける？一生？多分40ぐらいまでしようかな。うん。めんどくさいのと、働いたら負けかなと思ってるんで。え？どういうこと？働いたら負け？働いたら負け？負けかなと、はい。働いたら負け、それより。あーたまえばどうしたん？働くことが負けという発想の転換は、ニートにとってポジティブに生きていける魔法の言葉かもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。